はい。どうも。いやー、どうもどうも。こんばんは。本日はチャット欄の方でいっぱい待機コメがひしめいており、非常に嬉しみの深い区長、響く区長の区長こと山村響くです。こんばんは。聞こえてますか？どうでしょうか？本日の私のボイスとゲーム音のバランスはいかがか、いかがなものか。いやー、こんばんは。どうもこんばんは。来てしまいましたね。本日で終わる予定にしてた金曜日が はい、どうもありがとうございます。いやー、月曜日からですね、ゲームカセットを盗まれた、小学生時代にゲームカセットを盗まれた私の大人になってからのポケモン緑旅ちょっとイントネーションおかしい。月曜日からね、やらせていただいて、クリアするまで毎日配信をするぞと言って、1日2時間ずつやれば金曜日には終わるだろうと言ってたんですけれどもね、それもう全然終わんない。もうこれやばいね。だってまだマチスも倒してない。バッチまだ2個しか、バッチ8つ集めないといけないんですけどね。やばいねやばいですね。ちょっともうこう来週から普通にまた仕事ちょこちょこ始まっちゃう時間があるの今週だけだからさ、そのつもりでやってたんですけどね。まあやれる範囲でね、やっていきましょうということで、ちょっとツイッターの方もですね、始まりましたとツイートをいたします。はい、いたしました。ぜひね、皆さん拡散の方をやっていただけたらありがたいなぁと思いまーす。はい、単純計算で1ヶ月はやばいな、やばいなぁ。まあちょっとこう本日もやっていきましょう。縛りのルールなどはですね、概要欄に書いてありますんで、どうぞご覧になってくださいと。なんか今表示おかしかった。なんかびっくりした。ポケモンのなんかアイコンだけ今透過されて一瞬映らなかったこの街のグラフィックにちょいちょい危ういんだよね。大丈夫かな。まずはですね、まだまだこのカジマル、今回のマチス戦に備えて、カツサンド、カジマルすき焼きを連れて行きたいと思っておりますんで、この子たちをね、レベル22かな、23、23かな、23ぐらいまでちょっと育てたいですね。ポリゴンは縛りに入ってない？いや、緑バージョンで捕まえられるっていうか、手に入れられるポケモンは全部手に入れるつもりだから、ポリゴンもゲットするつもりでいますけどね、気持ちだけは。昨日はこっち側の下の方の人たち一掃して、ここの人たちも一掃したんだよね。だから、本日はこちらの方、あれ、こっちって、あれ、キッチンだったっけ？あ、違う。あれ、ちょっと待って。こっち行ったら、これ、こっち行ったらど、あ、こっちにも部屋あるわい。うわぁ。マットラス。マットラスって意味わかります？あれ？あ、この人は違う。あ、カビゴンです。かわいい。ミニサイズだったら非常に可愛いんですけどね。でかいから、でかいからな。食べるし。
あれ何話してたっけ、何を話してたか忘れてしまいましたけれども、やっていこう。よいしょよいしょよいしょ。ディグダも捕まえれたら捕まえたいですね。アニポケ終わるのに合わせよう。アニポケ、サトシの旅はいつ終わるんですか。サトシがレギュラーじゃなくなるという噂をツイッターのトレンドで知りましたけれどもね。レベル高いな。いやー、アニポケは長いこと見てないんだよね。もう結構もう私ポケモン好きだけどさ、結構子さんじゃないや、なんで解雇中になってまして、最近のねポケモンはね、ちょっとアニメの方はちょっと全然見てないんだよね。なんかさ、お強い、強くなってきた。あ、いいね。あ、あと1レベルでカジマル進化じゃない。頑張ろう頑張ろう、カジマル EX になるんだ。いつから見てないのかな、ニポケは。ダイパはね、ちょこちょこ見てたんだよね、ダイヤモンドパール。それで、あのベストウィッシュもちょこちょこ見てて、でその次ってなんだっけ、その次 XY だっけ、ベストウィッシュの次は。なんかね、あのちょっとさ、サトシとさ、サトシに恋してるみたいな女の子出てくるやつあったじゃないですか。あのちょっと髪の毛クリゲ色の、途中でさショートカットになる女の子のやつ、旅する相手が。その子になってからもう一切見てないんだよね。セレナ、そう、セレナ、セレナ。もうね、サトシは私の初恋の人なんでですね、やっぱちょっとこう、女子がやっぱ絡んでくると、ちょっとやっぱ、ジェラっちゃうんでね。もう私は、あ、わー来た来た、わー、カジマル EX、 カジマル EX、 うわー、おめでとう、ふさふさ、ふさふさや。オッケー。うわー、進化したー、いいね、いいんじゃない。うん、サトシの恋人って最初からピカチュウじゃなかったっけ。そうであれ。いや、もう私はね、あれ？あれ？なんかちょいちょい戦わない人々がいる。平和な人々がいる。もう何の話してたかもうすぐ忘れちゃう。もう私はね、サトシに恋をして、で初期はさ、かすみが長いこと旅してたじゃないですか、一緒に。でなんかさ、いや強い、なんかさ映画のさルギアとかさ、なんかルギアが一番色濃いんだけどさ、なんかちょっとこうサトシと、なんかあた、私はあいつのことなんか何も思ってないんだからねみたいな。なんかルギア爆誕でさ、フルーラっていうさゲストキャラが出てくるんだけど、そのフルーラがもうサトシのほっぺにチューするわけ。うわー、わー、ちょっと大丈夫か、大丈夫か、ちょっと微妙に止まるんだけど、怖い、頑張れ頑張れ、カセットも頑張れ。やだー、これセーブデータ破壊されたらすごいやだー。いやー、もうこんな子だったなんて、
必殺前歯で一発よ。もっとすごいことした子がアニポケにいるの？やだー。もうそれで私も幼い頃のキッズ区長はもうね発狂してましたね。私の里地に何すんのーみたいな。かすみもさそういう感じだった。かすみもなんかこう怒ってたんだけどさ、それでなんかもうフルーラもなんか何すんなよだったし、かすみもかすみで何よーみたいなそんな感じでしたね。まあ、サトシはもう一生鈍感ボーイでいてほしいよね。お、なんかここ戦わない人たちがいる、いっぱい。まあでもそうだよね。サファリパーク、サファリゾーン、嫌な響きだ。嫌な響きだ。間を失礼しますよ。船長さん見たんだけど具合悪い。うん。船酔いね。あ、でこっち行くとクミンがいるんだよね。いますもんで。こちらで。でもなんかさ、新しいポケモンのなんかキャラクターがなんかサトシのなんか子供なんじゃないか説とかね、なんかネットでまことしやかに囁かれてますけどもね。いやー厳しい、それは厳しいな。いや、カジマル一気に育ったな。これでレベル22になったらもうちょっと止めといて。いや強いわ。やっぱ進化ってすごいね、一気に変わるね。えらいぞカジマル。ふさ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 の頭と背中をさすってあげよう。ファサ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 。あれ何で、あれなんだっけ、雨のくらいか。うわーサクサクやー、気持ちいい。そうですよ、もう100種類なんてもうあなたいつの、もう今なんてもう大変だよ。ポケモンの種類もうその10倍とかですよ今。なんか1000種類越したんだよね確かね。すごいわ。あ、もう待って、カジマル、いやでもちょっと待って、カツサンド育てよう。カツサンド、うー気持ち悪い。船酔いしたので風に当たってるんです。大丈夫ですか。ふ、もう酔い止めは飲んでおきましょう。パーティーそろそろ終わっちゃうぞ。ご機嫌のパーティーセンチはクレイジー、遠慮がちなんてなんのの。うわーカツサンド、カツサンドなんかいまだに引っかくと砂かけしか覚えてないな。なんか覚えないのかな。あーやめてやめてやめて。うおー、あ1800匹、すげえ。もう分かりません本当に。うわもう全然減らない、全然減りません。頑張れ頑張れカツサンド。うわもう当たるやん。あー危ない危ない危ないです。穴を掘る覚えるのかな。早く穴を掘る。穴を掘る自然に覚えるのか。うん。よし、一旦だし。本日はもうサクサクプレイを
テーマにして頑張っていきたいと思う。おお、強い。サクサクプレイでね、本日はさっとマチスを倒して次に行きたいですね。あー、強いの覚えた。この人いいわね。切り裂くってさ、素早さ高いポケモンに覚えさせるとほぼほぼ確定で急所に当たるという、なんか初代だけの仕様だけど、そういうなんかぶっ壊れ技なんでしょう。当時は知らずに使ってましたけど。あ、でこっちはやったから、こっちか。あれ？あれ、もうもしかしてもう戦い終わった？みんな。あれ？全員戦い終わった？下の人たちも昨日ここを一掃して、あ、で、ここも一掃したでしょ？今やったもんね。あ、終わっちゃった。あ、じゃあもうクミンまで倒しちゃうか？じゃあちょっと一回戻って、回復してクミンまで行くか。全員戦ったね。ありがとうございます。ちょっと回復をさせていただいて。いいね。これでもうクミンを倒して船長の背中をさすったらサントアンヌ号もクリアして、晴れて、あ、そうだよ。だってサントアンヌ号クリアしないとそもそも居合斬り使えないもんね。もう、バカちゃん、バカちゃん。いや、もう、ダメですね。いろんなものが抜けちまって。あ、来週すごい寒いらしいですね。なんかさ、東京も、マイナス何度とか、なんか最高気温が0度で最低マイナス何度とからしいね。雪も降るかもみたいな。皆さんあったかくしてお過ごしくださいね。東京もそうだけど多分全国的にそうってことは、全国的に寒くなるってことでしょう。いやー、この1月2月が一番ね、寒いですからね。あ、もう違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 う。なんかさ、私2月10日生まれでさ、いつもその近辺でバースデーイベントとかさ、やったりしたことが過去多かったんだけど、でなんかさ、ワンフェスだっけ？ワンフェスもちょうどこの頃の時期にやるじゃないですか。もうね、この時期もうほんと雪が心配すぎてやばいんだよね。もうバースデーライブもそうだし、ワンフェスに出させていただく時もそうだし、来たー、雪でもう来れませんみたいなことが結構あって怖いんだよね。来月のバースデーライブも。ボンジュー区長、おやおや、こんなところで会うとは。区長、招待されてたっけ？それで、ポケモン図鑑のデータは集まったが、俺なんかもう40種類捕まえたぜ。道一本違うだけで、取れるポケモンも違うぜ。ちゃんと草むら入って探してみろ。そして問答無用でバトル。ねえ、天気いいといいね。今月2月、ね、しっぽなのイベントもありますしね。いや、うわ、ビジョンレベル19。かわいい、相変わらず。うちのぼんじりも早く、ピジョンになってほしいな。で、お腹の、ふさふさを、ファサファサさせてほしいな。強い！くそ。あー、そのコンボうまい！
や、その昆布うまいんだよな。うわー、どうしよう。これ、せっか来たらやばいかな。うわー。いけ！よし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 。オッケー。お、強くなってきた。いいぞいいぞ。うわー、ラットだ。一旦カツサンド。あ、レベル16だって。カツサンドいけるんじゃない？切り裂くで。行ってみるか。うわー、それは、うまい。それはうまい。いけ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 。お、いいね。強い。あ、あー、ちょっと待って。よし。うわ、強いわ。切り裂く。あ、これもいけるでしょう。カツサンド。わー、鼻出していて出会った。かわいいかわいい。ケイシーがユンゲラーに進化している。いけ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 。お、初天神のレコード、聞いていただけましたか？あー、ちょっと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 。何やってんのよ！あ！もう、傷薬なんて使って、ブーメラン。ブーメラン。大ブーメランが刺さるな。あ、ちょっと、LINE の音が。よいしょ。あ、いいね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 。頑張れ、頑張れ、カツサンド。カツサンド、いけるんじゃない？これ。いや、さすがに無理かな。いや、でもレベル20だったらいけるんじゃない？あ、素早さ勝てませんでした。あー、そんなに強いの？なんだよ。うわ、強い。強い。うわ、やばい。あ、もうちょうどいい、そして。ふんって。でも、ここさ、グラフィック変わってるよね。ライバルの。タッチからなんかこっちに変わってる。居合切りの名人が船に乗ってるって言うからよ。会ってみたらこれがただの船酔い親父。でも、この技がまた使えるんだよな。お前も会ってみるといいぜ。じゃあ、あばよ。クミンは船長の背中をさすってあげたんだろうか。いや、クミンの皆さんは優しいからきっとさすってあげてるでしょう。船酔いしない船乗り入門。船長なのに大変ですね。お仕事とはいえ。あ、ちょっと、すみません。いや、船酔いつらいよね。わかる。私もなんか、お父さんがさ、長崎出身でさ、お父さんの実家にね、帰るときはフェリーで、福岡からフェリーで行ったりしてたから、フェリー、なんだっけ、なんか、フェリーでは酔わないのかな。何かで酔ったんだよな。やっぱりね、やっぱでも波によるよね。波がやっぱ高いとちょっと、上下上下になって、三半規管が結構ね、ベロベロになっちゃうから。わあ！ありがとうございます！くわーい。ふぅ！楽になったし、そろそろ時間だ。もうすぐサントアンヌは出発し、あ、ここサントアンヌ GO じゃなくてサントアンヌって言ってんの。へぇー。また口場に来るときまでごきげんよう。このさ、船長のグラフィックってこれ、唯一だよね。いやー、あれはですね、もう見れなくなっちゃう。しかと目に収めておこう。すぐ前向いちゃう。あ、高速船。高速船とかは、酔うんだ。あー、カツサンドごめんね。いや、でもこれでだいぶもう、育ったでしょ。いけるでしょ。
行こう行こう。いやー、まあカツサンドがいればもう結構結構もう三立てでいけるんじゃない？もうカツ初手かカツサンドだけで、あ、うーん、ありがとうサントアンヌ、元気で達者でなー。船酔いに気をつけて、また来てください。もう絶対に来ないんだけど。いやー、風情があるね、くちばしティっていいよね。なんか港町ってやっぱちょっといいわよね。さ、あー、フェリー、船の縦揺れで眠れず、波の横揺れで船内まっすぐ歩けない。結構波が荒かったのかな。いや、船はね、止まっててもね、波の揺れで結構止まってても揺れるんですよ。あのね、青木鋼のアルペジオっていう作品の宣伝でですね、私いろんなあの船にですね乗せていただいたんですけど、やっぱりね、止まっててもなんか多少は揺れるんだよね。うん、やっぱね、あ、ちょっと歩く時にふわふわしたりするから、やっぱね、三半規管がちょっと敏感な人とかはね、結構あれだと思いますよ。ちょっと秘伝、あー、でも秘伝はパーティーメンバーに覚えさせといた方が便利なのかな。秘伝用意作った方がいいのかな、どうしよう。どっちにしろでも、あー、いやー、もったいない気がするな。貴重な4枠の1個、どうしよう。うわー、ディナークルーズおしゃれ。でも寒かったんだ、うん、迷うな。やっぱ秘伝、一旦ちょっとパーティーに入れない人連れていくか。でも使いませんから、バトルでは使わない。お醤頼んだぞ。よし。そしたら行きますか。よっしゃー。どうだっけ。イエーイ。あー、ここそして難しいんだよな。ちょっと待って。わあ、これわかんない。そう。いつもわかんなくなる。はい。マチス少佐のあだ名、稲妻アメリカン。電気ポケモン使わせたら、アメリカナンバーワン。アメリカという国もあるんですか、この世界には。ねえ。もう、アメリカあんのかよ。ロックされて簡単には入れない。そう、これ難しいんだよな。これだ、どうすんだっけ。まあ、とりあえず戦うか。いや、大丈夫かな、戦って、あ、レベル上がっちゃうかも、やばい。あ、でもまだカツサンド余裕があるから、かわいいピカチュウ、もちっとしてる。
おらー、あっ、かわいいピカチュウを切り裂く、切り裂け切り裂け、やめてください、泣かないでください。いいね、サクサク。あ、これもうカツサンドでサンタでできるでしょう。東京タワーもあんの。あ、そうだ、ポニータの、ポニータの図鑑説明、確かそうだよね。東京タワーを超えるぐらいジャンプできるみたいな。電気グループなんかこの肩書きわかんないんだけど、電気グループって何よってすごいちっちゃいながら思ってたけど。うわー、やめろ。この嫌な音のエフェクト、非常に嫌な感じがしていいですよねってずっとちっちゃい頃から思ってた。あ、やめてください。電気グルーヴのオマージュなのかな。オッケー。お、いいねー、取り替えません。やっぱそうだよね、電気グルーヴさんのオマージュってことだよね。なんか無知持ってるけどさあー、カツサンド頑張れ頑張れ。カツサンド、カツサンドはいつデラックスカツサンドになるの。やばいやばいやばい、何も考えずにやってたらやばい、やばいことになってきてる。この時期のソニックブーム、ソニックブームってさ、自分のレベルと同じ、あのレベルの数と同じヒットポイント削る技ですよね。確かに序盤は強いのかな。あ、強いわ。カジマル後ろ姿が立派になって、あんなに小さかったカジマルの背中が、これ無知だよね、無知じゃないのかな、これマイク、なんだろう、何持ってんだろう、無知に見えるんだけど。分かった、言うよ。マチスは部屋のスイッチを何かのそこに隠したと言って、それは知っております、それは知っております。ちょっと回復しとこうかな。はい、20固定。あ、レベル分じゃないんだっけ、ソニックブームって。それナイトヘッドか、レベルの数だけ削るやつは。切り裂け切り裂け。そう、スイッチ外すと、そう、またリセットされちゃうんだよね。へっちゃらだよ、そんなへっちゃらへっちゃら。あ、なんか結構強い、このピカチュウかわいいなー。ピカチュウなんか周りに5光が差してますけど、初代のエフェクト。にゃー、なんか光り輝いている。これ電気かな。あ、強い、強い、けいけいけいけ、おー強い、いいねいいね、いいですね、驚きだ。26、
ヒント、あー、ください。第一ロックを外したら、第二ロックはすぐそばだ。二つのロックは隣り合わせ。わかりました、ありがとうございます。これでもう一発解除間違いなし。そのヒントを聞いたからには、ねえ、まあ見ててくださいよ。口はジムの仕掛けを暴いてやりますから。さあ、これがまだやっていきますか。このね、ここのね、この奥にね、ほら待ってるんだけど、マジスがもうお引きこもっていらっしゃるから、これ第1ロック第2ロックがね、このゴミ箱の中にね入ってるんですよ。それをね解除しないといけないので、一回ジム出るとリセットされるから、そのスイッチ、あった、オッケー、ポチッ、外れました。でここゴミだったから、隣り合わせってこと、ここかここってことですよね。あれでもここも隣ってことになるのかな。待って、ここはゴミだったよね。じゃ、ここか、ここだ、だと思うんだよね。こっち。ああああ、隣って横ってこと？でもさ、こっち向いてたらこっちの方が隣じゃないですか。そい、お、はいはい、外れました。っていうことはここじゃないか。やったー、嬉しい。天才が、天才ボーイここに現る。よし、じゃあ行くか。カツサンドカジマルすき焼き、負けない。本いっぱい読ん、ここに引きこもって本読んで、すいませんね、また待たせましたね。昨日からずっと待ちました。どうもどうも、すいません。 Hey poor little boy、 You の半端なパワーでは戦場じゃ生き残れないね。 Me は戦争でエレクトリックポケモン使って生き延びたね。みんなビリビリしびれて動けない。 You も同じ道たどる違いない。そんなことにはなりませんぜ。おお、背中を見せつけている。よっしゃー、待ちすぎた。どっ、行くぞー、行け行け行け。あ、ちょっと素早さが、切り裂いていけ。でもあれか、もしかしてあれか、素早さが負けてると切り裂くって急所当たんないのかね。一回ちょっと、あー、ちょっとやめてー、やばいやばいやめて、カツサンドで三立ての夢が、もう、あ、えらい、えらーい、行くぞ、行けるぞこれ、やめて、やめなさい、切り裂く、よし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 、わー強い、わー、これ
カツサンド三立ての夢叶っちゃうな。叶っちゃうけど、でも私な、どうしてもちょっとすき焼き出してあげたいな。いやでも一旦カツサンドで頑張ってみるか。なあ、かわいい。もうライチュウのカラーリングめちゃくちゃかわいいよな。砂かけ、いいね。え、これかできちゃうんじゃない？できるでしょ、サンタテ。あ、そんな悠長なことしてていいのかい？あ、あ、ちょっと待って、じゃあちょっと、すき焼きちょっと行ってきなさい。すき焼き、ほらほら、すき焼き、お前もな、将来この立派な雷中になるんだぞ。あ、あー、洗礼を受けて、うわー、ちょっと、やばい。すき焼き、頑張んなさい。すき焼き、あんたが倒すんだよ。あんたが倒すんだ。あー耐えて、あ、え、すき焼き、すき焼き、すき焼き、うえー、あ、いいよ。すき焼き、あ、これ電気ショックできるんじゃない？行くんだ、頑張れ。カツサンド、頑張れ。よし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 。カジマルの出番が。カジマルの出番がなかった。ごめん、カジマル。見せ場を作ってあげられなかった。Oh no! You の強さ、truth!つまり本物ね。OK! オレンジバーズやるよ。いやー素晴らしい。ありがとうございます。電気ビリビリ10万ボルト、エレクトリックポケモンによし、ありがとうありがとう。はい、何でしょうか。ビリビリ強いね。でも地面タイプにはパワー吸い取られてしまって全然効かないよ。分かってます。やったー。いや、サクサクプレイ今日は。カツサンド淡々と無表情で仕事をこなすカツサンド氏。よしこさん、今日も見てくださってありがとうございます。やったー。なあ、おしょう見てたか、先輩たちの戦いすごかったでしょ。ねえ、よっしゃー、素晴らしい。今までと違って口調かっこいい。今までと違ってとは、今までと違ってとは、もうどういうことだろうな。あ、今までとは違ってとは、うん、連れて行こう。ぼんじりと、ベジータと、カラメルー。てか、パーティーこれでいいのかな。バランス悪い、もしかして。ノーマルが、ノーマルが2人いるんだな。
まあ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 、一旦ね、暫定として。こんばんは、ありがとうございます。マチス撃破しました。はあ、いいですね。でもなんか足りない道具あるかな。モンスターボール10個あるし、いい、あ、傷薬買っとくか。うわ、お金めっちゃ持てる。じゃあモンスターボールももう10個買っちゃう。いくらあってもいいですからね、モンスターボールなんてものは。じゃあ5個買おう。一応眠気覚まし買っとくか。いつかどこかのために。オッケー。あー、あれ、ここ行ったっけな。あ、行きましたね。よっしゃー。じゃあお次は、初サンドが育ってきた。次は、あれ、次どこだっけな。次誰と戦うんだっけな。お知らせのチラシ。最近12番道路にイナメルポケモンが出没、取れないことがあります。そういう時、シオンタウンへ行く方は岩山トンネルを通ってください。口場警察より。出た、出たよ。あ、ディグダのあだだ。ディグダ捕まえるか。チャリもうちょい先か。トキワシティまで繋がってるよね。タマムシか、次。あー、かわいい。いいね。いてててててて。てカツサンド結構硬い、もしかして。あ、ああ、倒しちゃった、倒しちゃった。すいません。なんか時は戻る必要ある？戻んなくていいよね。よし、次こそ。あ、いいね。これは切り裂くしても大丈夫でしょう。おー、いい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 。チャリ今でももらえる？あ、大好きクラブの会長さんか。話しかけに行ってないや。かわいいですね。モグラポケモン、地中の浅いところを移動、掘り進んだ後は地面が盛り上がっているのですぐわかる。うわー、ニックネームどうしよっかなー。とチャット見よう。ソーセージかウインナー。やっぱ、まあ、確かにな、造形がもう似てるもんな。バイエルンめっちゃかっこいい。バイエルンかっこいいな。あー、調理層もいいね。こんばんは。うわー、バイエルンはさ、バイエルンめっちゃかっこいいけど、え、どうしよう。もうね、ダグトリオも捕まえたいなって思ってるんですよね。ダグトリオをバイエルンにして、どうしよう、ディグナー。おや、指。調理層かわいいね。調理層にするか。かわいい、チョリソー。もう食べ物やん。これもう食べ物縛りから逃れられないな。かわいい。いいね。よーし。ダグトリオー。ダグトリオー。ダグトリオー捕まえたい。あ、逃げられない。ダグトリオ30超えいる？あー、マジか。虫除けスプレー使って歩き回った方がいいかな、そしたら。
虫除けスプレー使うか。21以上かな、ダグトリオって。いや、美味しそうだね、チョリソー。あ、来た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 、君だよ、君がバイエルンになるんだ。あ、やめてください、それは。おお、結構いいですね。これもう一回やっても残るよね。あー、外れそうだな。あー、やめて、もうめっちゃ積んでくるやんか。おー、ちょい、あ、いいですね。いや、バイエルンの風格あるわ。バイエルン、めっちゃバイエルンっぽいよね。あ、やった、オッケー、よし。モグラポケモン、地中を掘り進んで相手が油断しているところを別の場所から攻撃する。うわぁ、したたか。じゃあこいつは満を持して、違う、それパイエルンになっちゃう。バイエルン、いや、かっけえめっちゃバイエルンっぽい。よーし、オッケーえ、めっちゃサクサクじゃない、今日やばいいやー、マジバイエルンだな。ウインナーって美味しいよね。私さ、ご飯に合う最強のおかずってウインナーだと思うんだよな。思わない？ご飯のお供、最強格、ウインナー。なんかパンとかに挟まってるよりさ、ウインナーを一口食べてご飯かっこむ方が絶対美味しいと思うよな。しかねる？そう、美味しいよ。やってみて。明太子派、唐揚げ、わかる？茹でますか？焼きま、あ、私はね、冷蔵庫から取り出したら冷たいから、お湯で茹でてから焼く派ですね。茹でも焼きもどっちもやる派ですね。いや、ウインナーと目玉焼きと味噌汁、もう豚汁とか最高。最高な朝ごはん、それ。美味しい。次、玉虫シティ？あ、岩山トンネル行って、ちょっとタオマップ見るか。岩山トンネルくぐってシオンタウン行ってタマムシシティか。うわー、ちょっと待って、なんか順当にみんなと戦っていってたら、あ、ちょっとちょっとちょ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 、あ、ディグダの穴、え、どこにいんの私今。クチバでしょ。順当に戦っていったらなんかめっちゃレベル上がっちゃいそうだな。え、あ、そっちに行くのか。あ、なるほど。あ、そっか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 、こっちじゃないのか。こっちは、あ、はいはい、うん、もうめちゃくちゃ飛ぶなあ、こっちに行くとあれか、赤軸シティに行くのか。シオン寄ってからタマムシ。そうですよね。ドン。ウインナー論争でコメントが。ウインナーで目玉焼きで千切りキャベツ？はぁ。へぇー。エリカレベル 29？ あ、そっか、フラッシュ使って言わない。じゃあ、ここはまた後ででいいのかな？今言っといた方がいいのかな。レベル高いのかな、もしかして、トレーナーたち。でも一旦ちょっと一人戦ってみる。ポケモンにズルはなしだよ、正々堂々やろう。あ、でももうすぐ1時間経ちますね。
うわー強そう。ああでもそうでもないかと。だとしたら ここ一掃しといた方がいいのか。こんばんは。いや切り裂いとこう。こんばんは。ディグダはバイエ、違う、ディグダはチョリソーになりました。そんでもってダグトリオがバイエルンですね。フラッシュ、フラッシュ取る、花田戻る、ついでに自転車岩山。ああ自転車、自転車取りに行かなきゃ。ここいっぱいいるよねトレーナー。どうしよう。いやでも岩山トンネルとか行くとなるとレベル上がっちゃうから後回しにしといたら忘れそうだけど、いい、どうしようどうしよう。一旦ちょっとどんなポケモンいるか。ここスリープ出るよね。あはい、あーでもちょっとあのちょっともうぼんじりとカラメル育てなきゃ。よし。ねえ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 お、若さを感じるトレーナーがいる。始めたばかりで、夢を見始めたばかりで自信がたっぷり、怖いものは何もない、こう若さ特有の自信感の人がいる。いやー若い頃ってのは本当に怖いものがないですよね。ちょっと待って。ベジタ。いやー若い頃は私もね怖いものなかったな。それもまたいいんだよね、そういう時期もね。いやなんか中学生の時にさ、もう小学校の終わりぐらいから、うわ強い、ちょっと待って強い。小学校の終わりぐらいから私、あーもうそれやめて。うわ砂陰だから攻撃したとしても減らないはずなんですけどね。すき焼き。小学校の終わりぐらいからあの声優を目指して養成所とかに行ってて、なんか何を思ったのか、なんか中学生の時になんか陸上部だったんですけど、なんか陸上部の顧問の先生になんか、私中学校卒業するまでに声優になってデビューしますみたいなことをなんかなぜか言ってた。福岡の片田舎の中学生がなんでそんな自信があったのか知らんけど、なんだったんだろうなっていう、やっぱ自信がありますよね、謎のいやー怖いですよ。怖くもあり、良くもあり怖くもありね、若い頃の謎の自信は。夢を果たしたのでセーフ、確かににゃー
ちょっと会長のとこ行こう。会長、会長、あ、もう1時間経ったな。じゃあ会長から、会長のお話聞いてちょっと休憩しますか。ちょっと待ってね。私の愛しいパウ、抱きしめるとキューって泣くのよ。お、抱きしめさせてもらおうか。キューおー、本当に本当ですね。何を、うちのピカチュウの方がその倍は可愛いわい。あ、もしかしてここでディスカッションバトルしてた。チュウ、ピカチュウ、可愛い。うちの会長はほんとポケモンにうるさいの。人の自慢話は10倍にして返そう。マウント鳥バトルのゴンゲじゃん。飼い主の自慢話には静かに耳を傾けよう。ポケモン大好きクラブの会長はわしじゃ。飼ってるポケモンは100匹を超えとる。すげえ。ポケモンに関してはほんとうるさいですぞ。で、君はわしのポケモン自慢を聞きに来たのかね。はい、そうか。では早速始めるか。あのな、わしのお気に入りのギャロップがな、あーもう炎の部分がもうふさふさでな、そして尻尾の部分がもう本当にあのもう熱くてあの鮮度を超えてるんだが、熱くてたまらんのだが可愛くてな、あーもうたまらん、くぅ、もうさらにな、もう瞳がもう燃え盛るようにもう輝いておって、もうすごすぎ、もうどんなに可愛がっても焦げつくような愛おしさで、あ、お主もそう思うか、もうどうしてこんなに好きで毎日毎日好きでいるのに、はあ、あ、いつもいつも汗をかきながら抱きしめて、寝るときも寝汗をかきながら一緒に寝転んでおるじゃろう。はあ、素晴らしい。そのたてがみも、あ、ひずめも美しい。ありゃ、もうこんな時間か。ちょっと寂しすぎたわい。わしのポケモン自慢をおとなしく聞いてたお礼に、これは気持ちじゃ。ありがとうございます。やったー。人の自慢話は、黙って聞くもんですね。いやー、会長あんなこと喋ってたんだね。ちっちゃい頃は分かんなかったけど、いやー、すごいね。人の自慢話を聞くだけで100万円の自転車が手に入るだなんて。あ、じゃあミラクルサイクル行って自転車引き換えたら休憩します。ついでにアイテム見つかんないかな。ついでに、なんかここにあったよ、このラインにあったような気がするんだけど、あー無理だったか。行こう。サイクル、ミラクルサイクル、サイクルよ。私のオリジナル曲、サイクル、聴いてください、このね、ポケモンで出てくる自転車と、おしょう。ロンリー和尚。いやー、やっぱでもパーティーメンバーが覚えてないとちょっと厳しいな。あ、うわ、持っていけない。道具がいっぱいってことですか。じゃあ和尚も連れていくか。
道具をまず預けますか。違う、預ける。あー、ちょっと待って、端末預けない。いやー、違うの、間違えました。金の玉もいいか、一旦。で、船のチケットもう使わないから、いや、ちょっともう休憩するって言うたやないの、もういつまでやりまんの、もうちょっと待って、俺引き換え券の枠でさ、自転車を取り替えてくれないの引き換え券と交換でいいんじゃないの、そこの枠を使って自転車もらえないの。秘伝マシンも一旦、違う違う違う、アザマシンに、10万ボルトってピカチュウって自力で覚えないんだっけ、ライチュウになっても覚えないんだっけ。もうボロの艶技もいいや。よいしょ、最新 EP を預けると確かにタウンとマップ、ほんとそうですよ。私の最新 EP タウンとマップ、現在ブース山村商店で販売しております。もうちょっと待って、どこどこ、あ、2枚合わせてタウンマップになるのですよ。もう我ながら言うのもあれですが、いい曲揃いなんでね、ぜひお手に取っていただきたい。どうしようかな、次岩山トンネルか、カツサンド一旦預けるか、カツサンド一旦預けよう。あー、でも岩山トンネルってワンリキーとかも出てくるんだっけ。おしょー、雷は覚えるんだ、覚えないんだ。じゃあもう覚えさせちゃおうかな。ください、やったー。はい、じゃあちょっとここで一旦レポートして、ふい、じゃあちょっと一旦ここで5分ぐらい休憩しますかね。ありがとうございます。こんばんは。初コメの方がいる。昨日分まで見てきた。ああ、ありがとうございます。嬉しい。そんな、もう、約10時間近くのアーカイブを見てきてくださったんですか。嬉しいな。休憩でーす。じゃあ、ちょっと休憩入る前に。くどいようでございますが、イベントの告知させてください。来月、2月12日、私、山村響く、バースデー、ライブイベントをやらせていただきます。昼の部夜の部と2回公演でね、やらせていただこうと思っております。こちら私のトークとですね、アコースティックライブをお座りいただいて、ゆったりして、ゆったりと楽しんでもらえるイベントになっております。ここでしか聞けない区長のマル秘トークや、この日にしか聞けないですからね、アコースティック編成のライブは。本当にね、前回は原曲をなぞる、ライブでしたけれども、今回は本当に生って感じのか、生音を本当に全身で楽しめる、ライブになっていますので、ぜひぜひ、遊びに来ていただきたい。よろしくお願いします。
夜の部の方がまだ若干夜の部の方がまだよ、あの結構余裕がありますんで、まあ昼の部も全然余裕はあるんですけれどもぜひご都合つく方がいらっしゃいましたら遊びに来てください。この QR コードからもチケット取れますし、概要欄の方からも飛べるようになっておりますので、よろしくお願いします。ではでは、9時21分頃から再開したいと思います。
あ、すいません。私さ、なんか9時21分頃から始めますとか言ってたけど、9時21分だと10分休憩になるじゃんって今思いましたんですよね。ただいま5分ぐらい休憩しますとか言って、なんか9時11分頃に、じゃあ9時21分頃から始めますとか言ってた。しっかり10分休憩するつもりでなんか口が喋ってましたけども10分でもいい？じゃあ9時21分から始めますか。9時21分から始めますんで、あと5分ぐらい喋っておきましょうか。ちょっと待って、お茶を継ぎます。よいしょ。なんかハッシュタグ区長のポケモン緑旅っていうハッシュタグ作ったんですけど、ハッシュタグ見たら、ハッシュタグでも実況してくれてる人がいた。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいですね。10万ボルト覚えないんだ。よし、やっぱピカチュウ覚えさせよう。いやー、今日はね、用事と仕事の間にちょっと時間が空いたんでね、ちょっとなんかもうゴンチャってあるじゃん、タピオカの有名なお店。私ゴンチャのタピオカ飲んだことなかったから、おっと思って、なんか店内も結構空いてたし、おちょっとこれタピオカの一つでも、一つや二つすすってみるかっていうことで、タピオカをね買って店内で飲んでたんですけど、なんかさ、そのうちになんか女子高生3人組みたいな子たちが入ってきてさ、すごい、やっぱ女子高生って本当にタピオカ飲むんだと思って。タピオカすごい、あ、美味しそう、美味しそうとか言って。でさ、なんかさ、女子高生がさ、タピオカ飲むときに言う、なんか合言葉みたいなのあるんでしょ？なんかベビタッピっていうさ、合言葉を言って、みんなで、タピオカにストローを刺して飲むらしいんだけど、いや、マジでやってた。その女子高生たち、せーの、ベビタピってやってたのよ、みんな。すごい、本当にやってると思って、ベビタピ、いやー、すごかった。うわー、生ベビタピだと思って、テンション上がった。いいですねーって なりながらタピオカをスポンスポンスポンってやってたんですけどね。儀式化していると言い方ねえ。ベビタッピー、みんなもタピオカ飲むときは言ってくださいね、ベビタッピって。じゃあそろそろ再開しますか。よし、さて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 、岩山トンネル。あ、フラッシュ、あれ？フラッシュってどこで手に入るんだっけ？え、フラッシュって私もう持ってるっけ？あれ？フラッシュ。あなたも覚えられるの？すごい。え、あなたも覚えられるの？いや、ここは。
どうしよう、電気ショックでいいのかな。電磁波、鳴き声使わない、一旦鳴き声で。あ、ティグダ行かないといけないんだ。あー、やっぱ戻んないといけないんだ。あー、じゃあ、ちょっと待って、これを、あれあれ、あ、こっちか。こうして、これでよし。おー、自転車ー、早い。このさ、自転車になるとさ、主人公の帽子がなんかちょっとあの、めって潰れる、このなんか、グラフィックがちょっとなんか、普通のキャップからハンチング被ってるみたいになる表現好きなんだよね。えんってなって、もうドットの限界だから、ドットの、あの、限界なんだと思うけどさ。かわいいよね。かわいい、これ。ほい。いや、サクサクですなー。あ、今日のアニメで霞出てたんだ。へえ。なんか今までのゆかりのある人たちが、ね、出るんでしょ？いろんな人が出るという話を聞きますね。セレクトボタンかなんかでチャリをショートカット。あ、それ金銀の話ですね。金銀はできるんだけど、初代はできないのよ。いや、金銀はそれで言うと本当にすごい進化が目覚ましいゲームだったなと思いますね。便利ボタンがね、あるんだよね。で、居合斬りとかもね、そのキーに向かって A ボタンを押すだけで居合斬りやってくれたりとかするようになったんだよね。よっしゃ、行くぞ行くぞー。もういっ、わー、出会いたくない。うわー。捕まえたらもう。うわー、チョリソー。うわー、チョリソーだ。美味しそう。土に埋まったチョリソー。いや、もういや、逃げよう。うわー、逃げられない。うわー、逃げられない。素早さが負けてると逃げられないんですよね。あー。イベントチケット購入してくださってる人がいる、嬉しい。午前午後各2名、はっ、はあ、ありがとうございます。あー、逃げられない。歓喜、区長歓喜。岩山トンネル行ったけど真っ暗で怖いよ。うん、まあ、ここポケモンの瀕死状態は戦う元気がないだけで、居合斬りなどの技はいつものように使える。知ってるよー。あ、あー、ごめん、まだ私にその資格はない。ゲージあんなに出てきたのに捕まえられなかった。バリアード、バリアード、ここでしか手に入らないんだっけな。あ、ここの人じゃない、あなた、あなたですか。僕覚えてます、ほら、大木戸博士の助手です。あ、同じ人格を持った二人のうちの一人か。ありがとうございます。はい、多いよ、そりゃもう捕まえておりますんでね。いやー、素晴らしい、それはもう捕まえさせていただいておりますんでね。やったー。あれ、私後半戦始めるのツイートしたっけ。もうちょっと、もうやったかどうかすぐツイートしてました。もうダメだ、もう忘れちゃうの、すぐくん、もうすぐ忘れちゃうの。よし、
いや、懐かしい BGM ですね。ここで終わりか。よし、じゃあ、あと戻ればいいんだね。違う。あー、ここでまた降りなきゃいけない。よいしょ。あれ、こっちにもなんかある、もしかして。何もなかったです。月曜日の出来事がもう懐かしく感じますいや、本当だよね。なんか随分長い旅をしているような気持ちになるよね。もう出会いたくない、出会いたくない。あ、チョリソーは辛いから、辛いからちょっとやめてくれ。あー、逃げられない。ちょっと待って、ぼんじり戦闘にしとくのダメだな。ちょっとすき焼きにしとこう。出会いたくない、うーん、出会っちゃった出会いたくない、もうお腹いっぱいなんだよ。油が、チョリソーの油がね、そしたらもうそんなにたくさんは食べれないんだよ。あー、やめてくれ。うん、パリッとして肉汁が口の中を、うー、あー、やめてくれ、もうダメだ、もう入りません。あー、脂質が高いんじゃ。あんまり食べ過ぎると体にも良くない。よし、食べ放題、食べ放題は嬉しいけど、ちょっとね、食べ過ぎないようにしないとね。ああ、よし、これで、よっしゃー。いやー、あ、ちょっと自転車もう一番先頭にしとこうかな。タウンマップは気になる時しか見ないから。ソーセージバイキング、うん、なあ、ドイツのソーセージね、食べてみたい。美味しいのかね、本場でね。でもね、私はなんだかんだね、シャウエッセンが一番好きですねシャウエッセンが一番ご飯に合うと思う。シャウエッセンのご飯に、ご飯の合いさ加減やばいよ。いやー、マジ美味しいわ。ちょっと最近シャウエッセン食べてないな。うわー、食べたいな岩山トンネルまではね、何育て、まあ、ぼんじりをまずは育ててピジョンにしたいなというところと、いやー、やめて、もう、あー、やめて、やめてください、やめてください。まったく、うちのぼんじりに何すんのよ。さて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 、ぼんじり育てたいよ。毒食らっちゃってるけど、
レベルが高い。で、カジマルに。ダーコさんウインナーいいですね。シャウエッセンをご飯にのせて雑にソースとバターをのせて食べる。うわぁ。美味しそう。ああ寝ちゃった。カジマル起きなさーい。カジマル起きなさーい。ダメだよ。起きないと、かじられちゃうよ、逆に。逆にかじられちゃうよ、その、尻尾を。起きなさい。ほら、眠ってる間にすごい成長されちゃってるよ。あ、オッケーオッケーオッケー。あー、それはもうそのコンボ強い。眠るからの巻きつくコンボ強い。オッケー。うわー、やめてくれー。うわー、当たってくれ。よし。いやー、もうこれかなりいい感じに、もうこれからはもうサクサクプレイなんじゃない。岩山トンネルもさっさと抜け。あーあー、見えてきた。終わりが早い。あー、赤いウインナーね。赤いウインナーはちょっとやっぱパリッ感がないけど、あの しっとりした感じの噛み応えが、これがまたいいんですよね。ウインナーの話ばっかりして。よし、ほい、ぼんじり。あれ、ピジョンってレベル17だっけ。もうちょっとってことじゃない。そしたら17だよね、ピジョン。あー、またね。どうしたの、寝不足。ちゃんと夜寝とかないと。昨日遅かったの？始まる。いや、起きなさい。起きなさい。ほら、 HP オレンジになってるよ。起きて。まだお仕事、まだお仕事終わってないですよ。ほら、起きなさーい。やばい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 。さあ、行ってしまえー。よし、強い。いいね。お、ピジョンになっちゃうんじゃない？ぼんじり。あら、違う。あ、18か。18だね、多分。毒消しが1個あったはず。よし。ねえ、毒食らって辛かったね。でも、HP 減ってないから、ラッキー。うわぁ、アイテムを見つめゆく男の人がいる。アイテムを見つめゆく男。うわ、もう絶対、一室ぶてか、イワークか、万力出してくるやん。うわ、もう屈強な。わあ、万力だ。レベルがなかなかだね。よっしゃ、ベジ、あー、でもダメだ。あー、でも、あー、うー、始まる。格闘にノーマルはあれなんだよね。そう、水タイプにないんですよ。うーわ、もうちょっと。あー、やばい。10万ボルト試したいんだけど。あー、よし。10万ボルトのエフェクトかっこいいよな。おお、強い。うー。
いやーこれライチュウになったら少しはなんか耐久上がるのかな。いやー、はい、ぼんじりぼんじり、ケタグリ強すぎるよね。いやーもうイワークはベジタでやっぱり昨日までの苦笑だった。そんなことはございませんよ。いやもう一回も瀕死にさせたくないって思ってたけど、もうそんな無理だねそんな無理でした。よし、山男にビビらずに戦うとは大したもんだ何？ビビりませんよそんな。まあちょっとカジマルやられちゃったけど進もう。こっちには、うわー、また屈強な屈強な人いますけど、はっはっ、かかってこい屈強だもの。肉撃作戦なくな取らなくなったから成長してる確かにぼんじりが肉壁になることもなくなったね、これで。ぼんじりよかった。うわー、もうちょっとやめてよ、もう何をもってそれをやろう、な、何をもって、うわー、やった、もう、いやちょっとこれもうやめとこう、ベジタが次で死んじゃうから。もう自らうん、笑ってる場合じゃないですよ。来た来た来た、あー愛しいお腹、うん、なんかポッポまではさ、お腹の部分ふさふさってしてる感じがあるけどさ、ピジョンに なった途端にすごいつるっとつるっとするよね。あー、ぼんじりを立派になって可食部増えたいや、美味しそう美味しそうとか言っちゃダメだけどいいねー。いやでも、でももうちょっと育てよう、ぼんじりレベル18はさすがに。いや、ちょっと回復戻るか。また、あ、戻れねー戻れませんでした。あれ、こっちはいけないんだっけ？あ、こっちもいける。うわー。でも、岩山飛んでる前って、ポケモンセンターあるんだっけ？あるか。何これは。あ、はい。上行けば戻れる。あ、こっち行けば戻れるのかな。有識者の方々が心強いな。ガーディーかわいいな。でもガーディーは手に入らないんだよね、確かね。あ、でもちょっとレベルが高い。レベルが高いです。わー、でもなんかレベル高い人たちやばい、頑張るか。砂かけしとこう、一旦だね。あ、もしかしてこのガーディーさん、吠えるしかしてこない系ガーディーですか？もしや、もしや、やったね、ぼんじり。あー、違った違いました。いやでも強いぞ、今までのぼんじりとは違うんだ。スーパーぼんじりになった。防御力も上がって、あー、やめてください。よし、倒した倒した、格上のガーディを倒したぞ、ぼんじり。うわー、人影か。いや頑張ってみよう。
わ、頑張れなかった矢先が怖いな。あーちょっとにらみ、ちょっと砂かけをちょっと積もう。うわーちょっと、うっ、ちょっと砂かけ積んで回復しようか。もういや、いい傷薬あるから。やばい、どうしようかな。ぼんじりを回復させるか、カジマルを回復させるか。いや、ぼんじり頑張ろう。赤津サンドがいればこんばんは。あ、今夜多分やっと追いつけた。ありがとうございます。追いつこうとしてくださっている方がいっぱいいる。うわー、頑張って。あー、それは嫌。砂かけ聞いてくれー。あ、いいですよ、いいですよ。砂かけ聞いてくれー。よし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 。偉い偉い。負けよった。まあ、強くなったね、ボンジリー。もうあと31で、レベル19。いいですね。よし。毎朝早起きして育てたサラギがやっと帰ったんだ。お、お前もしかして。そんなことを言う君はもしかして。やはり、やはりな。虫を取らずにはいる。うわー、怖い。怖い。でかいよー。いや、ゾワゾワする、本当に。でかー。もう。でかー。でかいわ。今日どこまで行こっかな。岩山トンネルは抜けたい。シオンタウンまで行きたいですね。シオンタウンでゴースト捕まえたい。私ゴーストポケモン大好き大好きだけど、私は初代のゴーストをゲンガーにはできないまま青春時代が終わりました。なぜかっていうと、その理由は聞かないでください。私だってね、ポケモンを交換して通信進化も楽しみかなかったしね。友達とのバトルだってやってみたかったんですよ。もうあっという間にレベル20になって素晴らしい。当時ね、通信ケーブルを使ってこう誰かと交換をしないと進化しないポケモンっていうのがいたんですね。はい、ここ何が出てくるんだろう。あ、飛び越えちゃった。でもさ、一旦もうストーリーをブワーって進めるのありだよね。あー、初代の通信バトルってそんな遅いんだ。あー、そうか、通信待機中っていう、なんかね、そうだよね、相手のあれを、決定を待たなきゃいけない時間が存在したの。なんで知ってるんだろう、私。え、じゃあ、私通信したことあんのかな？通信待機中っていうのが出るっていうのを知ってる。私。いにしえの記憶が呼び起こされている。そうそうそう、通信ケーブルね。多分当時高かったよね、通信ケーブルきっと。通信ケーブルまでは買ってもらえなかったな、私は。
誰の画面で見たのか私自分の画面じゃないのかもしや。あーでもゲーム実況とか見ててそれで見ただけなのかもしれないな。存在しない記憶そんなことは。うわー、キャタピーなんてもうぼんじりにとってはもう敵じゃないでしょう。今のぼんじりにとってはレベルは同格だが、おやっぱキャタピーでもレベル20ともなると強いんだな。いいぞ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 。そうそう、ミュウがね、ミュウイベント、そう、抽選だったかイベントだったか応募者全員サービスだったか忘れたけど、ミュウは特別なあれじゃないと手に入らないポケモンでしたね。お、あ、次世代ホビーフェア懐かしい次世代ホビーフェア懐かしすぎる。やってたな、コロコロコミックのね、なんかイベントなんのかな、コロコロコミックで参加、抽選参加とかじゃなかったでしたっけ。うわー、コンパン怖いなんか当たった人だけいけるみたいな、次世代ワールドホビーフェアみたいなあったよね。コロコロコミック、あ、コロコロコミック結構読んでたな。ポケモンの情報を読む、なんかポケモンの情報を手に入れるついでにいろいろ漫画も読んでたな。お、いいね。あ、ありがとうございますおいらの虫、あ、ごめん、ごめんそんなつもりじゃ。岩山トンネル抜けてシオンタウンに行くところなんだけど、だけどだけど最後まで教えてからバトル行って、思わせぶりボーイ。ボンボン懐かしいね。ボンボン今もうないんだよね。この前なんかなくな、もうなくなるっていうかっていうあれな、ありましたよね。ボンボンも懐かしい。ボンボンもなんか読んでた時あったな。ボンボンはボンバーマンとか連載してたんだっけ。仲良しね、仲良しも読んでた。もう何でも読んでるじゃん。仲良しはもう本当にちっちゃい頃に読んでたけど、ある程度小学校よ 3、4年生ぐらいになってからはリボンをずっと読んでましたね。神風怪盗ジャンヌ大好きだったな。神風、あの谷村アリナ先生の神風怪盗ジャンヌが連載する前に、読み切りじゃないや、ちゃんと連載のやつでイオンっていう作品をやられてて、イオンがすごい好きだったんだよね。ちょっと知らない方にはあれなんですけど、超能力を使えるようになっちゃう女の子の話なんだけど、なんかそのイオンちゃんっていう女の子が主人公で、お父さんかな、お父さんから、あ、やばい、やべ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 、お父さんから何かこれからピンチになった時は自分の名前を唱えなさいって言われて、ずっとちっちゃい頃からい、お、んって唱えてると、ある日突然超能力が使えるようになってみたいな、
そのイオンちゃんがしてるなんかお守りみたいなペンダントがあって、なんかガラスの板みたいなペンダントなんですけど、長方形の、それがもう欲しすぎて、イオンちゃんと同じペンダント欲しいってなって、なんか図工の時間でさ、プラ板、あ、ちょっと大丈夫、今画面が、あ、大丈夫か、レポートしとこう。プラ板のさ、授業が、プラ板で何か作りましょうみたいな授業があった時に、プラ板でその長方形の、あれ、ここなんか出てくるかな、ネックレスを作ろうとして何回もやって失敗した記憶があるな。あ、あなた様でしたか。もうすごい、もう懐かしいタイトルがいっぱい。お、ちょっとこれカラメルちゃん頑張ってみるかい。プラ版懐かしいよね。なんかね、ちっちゃくなる、なんかレンジだっけ、レンジだか、オーブントースターだかなんだか忘れたけど、チンするともうちっちゃくなるプラ版。そう、プラ版でキーホルダー作ってた。あ、でも倒せる倒せる、やったー、お、いいねいいね、プリ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 、頑張ろう。あ、べっこ飴も懐かしいな。べっこ飴作ったな、家庭科の授業かなんかで。おいしいよね、べっこ飴。区長はなんか家庭科の、あ、家庭科の時間になんかみんなで献立を考えて、なんかその班ごとでオリジナルのメニューを、なんかこうご飯の献立作りましょうみたいな授業の時に、なんかすい、なんの目標も計画もなしに、なんかスイカを買っていって、でこのスイカどうしようって、なんかあの目的なしでやり始めて、で最終的になんかスイカをなんか手で絞ってスイカを半分に割ってくり抜いて手で絞って、でそのくり抜いたスイカ を器にして、その中に絞ったスイカのなんか汁を入れて、でなんかスイカジュースですみたいなことをやって、みんなでそこにストローを入れて飲んだことがあるな。で、あんまり美味しくないねっていう計画性を、なんかスイカ使いたかったんだろうね。いや、本当にあんまり美味しくなかったんだよな、そのスイカジュース。そんな小学生時代もございましたけどね。うお、やばい、え、いけるよね、うん、わあ、危ねえ。オッケー、あー元気で、結構、いや全然あんまりそんな元気じゃないんですけどね。うわー、もう一人これ絶対戦わなきゃいけないよな。あー、でもすき焼きいるし大丈夫かな。あ、あれあれ、あ、あー、見逃してもらえるところだったけど自分から言っちゃった。
捕まえたのそれ。ニャース欲しい。あ、これもしかしてお金もらえる？おー強い。ちょっと待って、あ、効かないですか。強い。うん、いちいちいち、うわ、ニャースいいな。ニャースパーティー入れたいな。もうでももうパンパンなんだよな、うちのパーティー。お、いいね、カラメル。レベル上がってきた。ダメ、叶わないわ。やったー、46位拾った。あなたきっとポケモンの才能あるのよ、頑張ってね。ありがとう、イエーイ、才能あるって言われちゃったー。よし、回復回復。喋らないニャース。ニャースは喋らない方が普通ですからね。ニャースってのは、うわ、幽霊出た出た。よかったですね。はい。どうしよう、上の草むらちょっと歩いてみる。何が出るのかな。もうずっともう。あなたばっかりじゃないですか。なんつって、あ、逃げ出して、逃げさせて、さっと、あ、そう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 、さっとその場を立ち去るのがミソだよ、カラメル。お、捕まえよう。いいね。歌え歌え、そう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 、カラメル、カラメルの美声で。ニャースのあいうえお、懐かしいね。そう、ニャースはね、もともとは他のニャースと同じく喋れないニャースだったんですよ。だけどね、初恋の恋をしたニャース、女の子のニャースがいて、そのニャースが、あなた、なんかすごい意地悪を言ったんだよね。ただのニャースじゃない、みたいな。なんかこう、もっと私を好きにさせるような魅力持ってみなさいよ、みたいな感じで、確か、いや、人間が好きって言ってたのかな。私の好きな人は人間なのみたいな感じだったかな。とにかくその女の子のニュアンスに好かれるために頑張って人間の言葉を喋れるようにめちゃくちゃ練習したのよね。でもそうしたらもうその女の子は別のなんかご主人様だか好きな人だかを見つけて、もうどっか行っちゃって、それでもう裏切られてニュアンスは悪の道に入ってしまったと。いやー、そういうね、悲しい過去を持った子なんですよ、ロケット団のニャースってのは。正体不明の生き物、嫌な音を出したり突然自爆することもあるっていう、怖っ。あ、ニックネームどうしよっかなー。なんでしょう、どうしましょうか。どうしようかな。自爆。あ、自爆する。ダマダマ団子。たこ焼きはね、もうピッピにつけちゃったんですよ。飴玉。あ、あれ、あ、でもどうしようかな。
あーでもな、丸いからな、どうしよう。そう、パチパチする飴にしたい。そう、泡玉にしようかなと思ったんだけど、でもなんかパチパチとはちょっと違うなと思って、綿パチにしようかなと思ったんだけど、でももう綿感ないなって思って味痛も泡玉にする？知ってる？泡玉。わ。泡玉っていう飴があるんですよ、駄菓子で。私泡玉大好きでさ、ちっちゃい頃もう駄菓子屋さん行ったら絶対買ってた。食べると泡がいっぱい出てくる飴。あれ？元気いっぱいだったっけ？あ、元気いっぱいだ。ザラメはついてないですよ。個包装のやつ、そう。あ、パウダーつけてやるやつはまた違うな。あれ、この人戦う系？戦う系女子だった確かにそう、泡玉食べすぎると口の中荒れる。わかる。なんかさ、口のさ、なんか天井って言っていいかわかんない、天井みたいなところがなんかね、痛くなってくるんだよねわ、レベル高いな。一口ちょっと、カラメさん、いけます？あー、いけない。ちょっと一節。あー、いいですね。一節いってもらって、金縛りもしといちゃう。あー、ダメか。もうはたいとこじゃん、もうひたすらはたこう、はたこう。あー、目覚まさないで。いや、いけるんじゃない。いいよいいよいいよ。あー、もうこのままはたこう。あ、いいよいいよ、もうすぐポケモンセンターあるから。あー、偉い。格上の相手を。うわ、かわいいポケモン勝負。うわ、まひってるけど。うわ、もうほら、もうあんたの美声を聞かせてあげなさい。まあ、歌声ね、素晴らしいよ。うわ、強っ硬っ。ピッピって結構硬いの？そんなふわふわな見た目して。これはちょっともうさすがに。こちらがたこ焼きさん、うちで言う、我が家でいうたこ焼きさんですね。あ、やめて、それやだ。よし。オーケー、いいねいいね特訓したのか、マニア何のマニア。怪獣マニアのことを言ってるんだろうけど、カジマルの後ろ姿がコロッケにしか見えない確かになんかいい色してるよねいい色に見えるよな。さあ、今どんぐらいやってるの。あ、もう10時か。うわー、岩山トンネル、いけないなあ。あ、でもフラッシュ覚えさせなきゃ。フラッシュ。
わあ、和尚覚えられないの？まあでも居合切りしばらく使わないから。預けて、どうしよっかな。あ、多分泡玉覚えられるんじゃない？チョリソーも覚えそうだよな。なんかコスパがいい子いないか。居合切りも覚えて、フラッシュも覚える。あ、なんか仏の座とか覚えてくれそう。あ、なめこも覚えてくれそうだな。でもなんかもう何って感じだけど、これ見てると何っていう。チョリソー、チョリソーいけそうじゃね。ちょっとチョリソーチャンス、チョリソーチャンス。覚えられませんでした。チョリソーを預けて、じゃあやっぱり泡玉かな。なめこ、なめこ覚える？なめこってなんだよって話だけど、パラスですね、これは。パラス、居合切りとフラッシュ覚えそうだな。なめちゃん、なめちゃんを買ってみよう。なあ、覚えられねえ。こんなことしてる場合じゃないのよ。わあ。やっぱもう電気タイプ。ああ、まあでもそっか、すき焼きにフラッシュでも美味しいのかな、それはそれで。確かに。そうね。なんか砂かけ的な感じで使えるんかな。いや、もう泡玉は絶対覚えるでしょ。よし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 。はい。よーし。あ、なんかここら辺なんかあるって、さっき、なんか、有識者区民の方が言ってたけど。いや、なんかでも、怪しいよね。ん？あ、道具も預ければよかった。あ、なんもない。あれ、なんもなかった。え、ある？あ、ない？暗い。わあ、暗。一番上の木？あ、やっぱあるんだ。あ、泡玉寝てる。おお。一番上の木？ないけど。ないけど。ないけど。ここか、ここか、ここか。ない。あ、切れば、切ったらあるのかな。あ、お嬢がいない。もういいや。諦める。うわあ、塩化、塩化率高っ。うわあ、出てきた。うわあ。捕まえよう。捕まりにくいらしいんだよね、イワークってめっちゃ。ちょっと一節一節、カラメルさん頼みますよ。お願い、お願い。ああ、ありがとうございます。いやあ、相変わらず素晴らしい歌声で。うわあ、これもう叩くとか、まあでも、
一回投げるか。一回投げてみよう。うわあ、ダメですよね。はたいてみる？うわ。うわ。やばい。うわ。ちょっと、カラメルさん、もう一節、お願いしていいですか？もう一節。ああ、お願いお願い。カラメルちゃんお願い。お願い歌ってー。ああ、ありがとうございます。いやー、何回聴いてもいいね、カラメルの歌は。何回聴いても、眠っちゃいそうなぐらいいいよ、歌声が。そう、イワークってポッポーと攻撃種族値同じらしいですね。なんか、ポッポって言われてるよね。いや、ちょっとオレンジになるまで頑張ろう。いいよ、そのまま寝てて、そのまま寝てて。起こさない程度にちょんって感じでお願いします。さささあ、いいね。よし。投げよう。いやー、捕まんない。もうちょっとモンスターボール。もう。あ、ちょっと待って。あ。カラメルも、ちょっともう一節お願いしてもいいか。相手、やめてよ。せっかくカラメルがさ、美声をさ、披露してるのに、そんな嫌な音なんて。ほら、もう嫌な音聞かされちゃったから、カラメルも歌いたくないって言ってる。お願いします。一節でいいんで、お願い。ありがとうございます。いやー、もういいね、ほんとに。何回聞いても癒されるよ、カラメルの歌は。よし、今のうちだ、今のうちだ。よし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 。よっしゃ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 。もういいんじゃないかな、さすがに。よいしょ。よし、これでもう捕まるでしょ。お願い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 。もうちょっと待って、これ以上どうしろと。うわっ、おし、もうこれで、じゃもうダメかな、眠らせてないとダメかな。お願いお願いお願い。もうちょっとマジマジで捕まんない。あー、ちょっともう、あれ、初代って、ダメだ、初代でも、麻痺にはならないんだっけ？ならないか。あー、ならない。いやー、もうちょっともう。うーん。お願い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 。いやー、これもう無理か。無理かな。スーパーボールじゃないとダメ？一個だけあるな。投げる？投げてみよう。お願い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 。あー、やった。あー、わー、おいしそう。おいしそうとか言って、なんかいいね。普段は土の中に住んでいる。地中を時速80キロで掘りながら餌を探す。どうしようかな。何が美味しそう。そう、なんか、つくねっぽくて美味しそうだなと思って。つくねか、ミートボールか、なんか、それか、なんか、岩の形したチョコみたいな感じがして。ね、石のチョコ、ね、ぽいよね。どうしよう。あ、つみれいいですね。どうしようかな。チョコ、チョコ、うん、チョコなんとかとか、
でもチョコで、もうどうしよう。チョコボール6文字だ、6文字が無理なんだよね。いやどうしようかな。じゃあ、岩チョコでいいね。なんかあのギャルのニックネームみたいで可愛いじゃん。岩チョコでーすみたいな感じで。うわー、もう10時17分か。あと10分ぐらいやって終わるか。いやー、まあでもマチス倒したし、あと10分では抜けられないだろうな、岩山トンネル。よし、おる、おるわ。こんばんは。食べ物に関連づいたニックネームしかつけられない縛りになってきました。カラカラのグラフィックすごい丁寧だね。丁寧っていうか、なんていうか、なんて言ったらいいんだろう。なんかすごい陰影がすごい、骨となんか胴体のなんか立体感がすごい可愛い。カラカラ、その骨の下どうなってるのか気になる。陰影すごいよね。お、いいね。ヤドン、お、これはすき焼きの出番では？ヤドンの鳴き声も本当にヤドン、ヤドンだよね。もうヤドンの鳴き声本当ヤドンだ。ピッピとプリンとヤドンの鳴き声は本当にもうそれって感じ。いいね。破れたのか。破れたのだ。こっちなんかなんもないよ。やめて、もう塩化率高いから出会いたくない。うー、出会いたくない。うー、お腹いっぱいです。やめて。唐揚げはもう入りません。さっきまでちょっとチョリソー地獄だったんで、もう油物はちょっとやめてください。あれ、これこのズバッとのニックネーム何にしたっけ。チューチューとかにしたんだっけ。あ、食べ物逃れてる。この子も食べ物逃れてる。逃げたい。チューさんだったっけ。あ、そう、チューさん。食べ物逃れてますね。食べる側の存在ですね。やだ。逃げられない。ちょっと素早さが。うわ、これ、うわ、これどっちが正規ルート。うわー、広いよ。うわー、ズバッとばっかり出てくる。やだー、どうしよう。ちょっとすき焼きに変えとこうかな。素早さで勝てない。あー、もうどうしてこんなに洞窟とか山はポケモンいっぱい出てくんの。うわー、もうちょっと、やだー、お腹いっぱいです。
嫌です。虫除けスプレーね、あと1個は持ってるんだけど、でも1個振りかけたところでっていう。おっとかもじゃないですか。これはもうすき焼き無双ということで。うわー強い強い。いいね。おー強い強い。すき焼き強くなったね。玉虫シティに行ったら雷の石を買って、雷中に、あーでも雷中になったら技を覚えなくなっちゃうんだっけな。育てきってからの方がいいという。うわーいっぱいなんか分かれ道ある。わーこっちなんもないんかい。はっ何も出てこないで、何も出てこないで。松坂十牛のすき焼き素晴らしい。そうね、霜降りのもうサシの入ったすき焼きになるね。あータイプがあんまり良くない。ぼんじり行くか。いやあと8分ぐらい、あと8分で抜けれるかな。あーもうやめてってば。なんでぼんじりにばっかり毒を振りかけるの。やめて。すげえレベル43で雷。わあそこまでピカチュウでいないといけないの。うわあ。おやすみなさーい。おーすごいな、アフレコのレッスンがある方がいらっしゃる。頑張ってください。皆さんね、お好きな時間に入ってお好きな時間で抜けていただいて構いませんからね。うわーもうやめて。それはもうダメだ。スピードスター高速移動雷。あー意外、あそっか、雷技マシン、あー買えるんだっけデパートで。それか手に入るのか。あもう毒消しない、もう毒消しがない。そういえばの会議の準備お疲れ様です。土日にもかかわらずお仕事がある方もねもちろんいらっしゃるわよね。わあもうぼんじり、ぼんじりあと46歩の命。うん、あれカジマルも毒になってる、なんで、あれいつの間に、椅子の間に毒を浴びておった。あ、自転車、そうだ。自転車の存在すっかり忘れてた。でもなんかね、洞窟内行き過ぎちゃうからちょっと歩こう。あー、ポケモンコスプレ。あれですか、擬人化の方ですか、それとも、もう、がっつりモンスターの派ですか、それともトレーナーコスの方ですか。私はいずれも好きです。私は結構コスプレってのは
好きで。かつてはサトシのコスプレなんかもね、やったことがございますけどね。もうサトシの衣装をなんか手縫いで作ったな。手縫いで作るというなんか荒技をやったことがあるな。よう手縫いで作ったわと思ったな。しょうがないですね。今度のイベントでご披露いただけるそうです。クミノムさん、何勝手に言ってる。何を勝手におっしゃっておるのか。もうないよ、その手縫いで作った衣装も。やばい、二人とも言ってしまう。どうしよう。うわ、どこが正解？もう屈強な人たちがいっぱいいる。いえ、どうしようかな。じゃあ下の方から。ああ、2018年のツイート見つけた。あれ、私なんか写真上げてたわけ。コスプレした写真上げてたっけ。あ、だからレベル強い。高いけど一発でやった。参った。ちょっと全員戦いたいけど抜けないとやばい。でもちょっとわかんない道に迷ってきた。上がってました？あげてたか。なんかね、高熱を出しながらなんか写真を撮ってた記憶があるな。あー、もうこれダメだ。うわー、そうだよね。なんかあのローゼンメイデンのひないちごのコスプレをしていた時の写真をあげた記憶があるのは覚えてるんですよね。あーあー、これもしかしてただの寄り道ゾーンですか。どうしよう、カジマルとぼんじりがこっち正規ルートじゃない。あー、ちょっと待って、どっから来たか分かんなくなっちゃった。あー、どっち、こっち。あ、穴を掘るか。そっか、あの受けの紐と同じ効果あるんだっけ。やーばい。うわー、あー、うわー、ぼんじりごめん、ぼんじり。
そっか、カツサンド。ぼんじり。ぼんじり。あれ、これでいったら、これでいったら、あ、これで4歩に、4歩で1人、1ポイントなの？あー、ぼんじり。あー、ぼんじり。1、2、3、4。あー、ぼんじり。あー、ごめん。本日のぼんじりの見せ場。あー、カジマルも。カジマルも。あ、捕まえよっかな。痛い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 。10万ボルトでも耐えれるかな。耐えれるよね。ぼんじりは本当にちょっと不遇。あ、倒しちゃった、倒しちゃった。ぼんじり、お前だけでも生き残ってほしかったか、ぼんじり。ああ、いや、ちょっともう少し体勢を盤石にしてから行こう。そうね。あー、ぼんじり、無理かな。ぼんじりだけは、ぼんじりじゃない。カジマル、カジマル、いけるか。あー、カジマル。カジマルも。ごめんよー。ごめんよー。欲しかった。私が迷わずに。迷わずに戻ってこれていたならば、はあ、ちょっと待って、そしたらさ、穴を掘る、そっか、カツサンドを連れてった方がいいのか、むずいなあ、むずいな。待って、ちょっとやっぱあれ、フラッシュ誰か覚えさせるか。カツサンド連れてってか。で、穴を掘るって自力で覚えるんだっけ。ちょっと調べよう。まあ覚えさせてもいいよね。感度、初代覚える技、ちょっと、穴掘る覚えないんだ。よし、チョリソを育てるのもあり。そうだね。あー、むずい。いやー、でもやっぱりカツサンド、カツサンド、もうインスタ映えバッチリの肉厚サンドに育てあげたいから、カツサンド連れていこう。そして、技マシン 28?マザマシン28だっけ、これだよ。で、秘伝マシンも一応ちょっと引き出しとこうか。そしていらない道具を預けよう。マザマシン08ってなんだっけ、一旦預けよう。マックスアップも預ける、月の石も預ける、
めちゃ手に入るな、月の石。あーちょっと待って、もう違う、ザマシン30、よし、自転車自転車、よし、いや貴重だな、アナオフル。ああ、あなたも覚えられんの？そうですか。いやでもやっぱタイプ1がいいよね。オッケー。いや入りはまあいっか。いいや。よし。じゃあでも本日はこの辺にしとこうかね。わあ、もう10時37分だ。いやー、ちょっと遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。いや、岩山トンネル抜けられんかったな。むずい。よいしょ。でも今日はなかなか幸先も良かったですし、ポケモンも結構捕まえられたんじゃないかな。はい、いやー、今日で終わるつもりで最初は意気込んでたのにね、月曜日は全然終わらんけどありがとうございます。明日もやるけど、明日ちょっと早い時間からやったりしてもいいかな明日土日だからちょっと早めからやって始めたりしちゃおっかなーなんて思ってますけど、大丈夫ですか？何時がいいかな。本当にお昼間やるか、それとも5時とかの夕方、ちょっと早め、いつもより早めの夜目の時間にするか迷うなー。ね、ちょっとね、明日ね、ちょっとマットレスが届く明日ちょっと新しく購入したマットレスがね、お昼、午後届けますって言われてるからね、ちょっと何時に届くか明日にならないと分からないんだよね。だからちょっとマットレスが届いてから始めたいんだけどいやー、ちょっと明日配送の人から連絡が来てから考えますでもちょっと早めから始める予定にしとこうかなと思いますので、よろしければまたお集まりいただけると幸いでございます。では、じゃあ終わる前にまた最後イベントの告知させてください。口を酸っぱくして申し上げておりますけれども、使い方間違えてるの、口酸っぱくって。2月12日、私のバースデーライブイベント、ひびくみん定例音楽会ボリューム1、くみん生誕35年に寄せてやらせていただきます。アコースティックライブとトークの、ゆったりまったりとした座って楽しんでいただけるイベントとなっておりますので、区長のことを知らないという方も、ライブ行ったことないよっていう方も、ご参加しやすいライブになってるんじゃないかと思います。他のね、区民の、他の遊びに来てくださる区民の皆さんもね、本当に優しくて素敵な人たちばかりなので、ぜひよろしければ、遊びに来ていただけたら幸いです。よろしくお願いします。で、こちらのイベントも、参加が確定されている皆さんはですね、区長への祝辞も引き続き募集しておりますので、ぜひ、いつもの配信のメールを送るのと同じメールアドレスまで、ぜひ祝辞の方もね、お待ちしております。引き続きよろしくお願いします。はい、と
ぜひね、あのご参加される方は祝辞をぜひいただきたいです。もうなんか一言とかでも構いませんので、寄せていただいた方が、プレゼントチャンスに参加できますんでね。各回1名ずつのプレゼントチャンスがありますんでね。ぜひ、よろしくお願いします。はーい。ライブどんな服装で行けばいいですか？あ、もうどんな服装でも、別にドレスコードとかないんで、もう、いつもの、ご自分のいつもの格好で問題ないですよ。別に、ブロッブロにもう着飾ってきてくださいっていうわけでは全くございませんのでね。はい。まあ、座ってのイベントだから、立ってひしめくから誰かの足踏んじゃうって感じのイベントでもないんでね。はい。うん。よろしくお願いしまーす。よかった、今回もいっぱい見てくださって。こっちがプレゼントもらっていいんですか？いいんですよ！もう来てくださるんだ、来てくださるだけで。祝辞だから一人称とかちゃんとした方がいいの。いや、いいんですよ、別に。普通の いつも通りのメッセージでいいんですよ。まあ、祝辞っぽく作っていただいてもいいですけどね。はい、よろしくお願いします。あ、祝辞の送り先はですね、あ、ちょっと明日から概要欄に載せときます。いつもね、響く民定例会議っていう、おしゃべり配信をやっているんですけれども、それのアーカイブのページの概要欄とかにはメールアドレス載ってるんですが、響く民の皆さんからお便りを募る時のメールアドレスがありますので、ちょっと明日の配信からちょっと概要欄載せときます。はい、よろしくお願いします。ではでは、本日もありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさーい。